よし、続けていきます。第106話、死んでゆく者たち。本日怪物の大群が市街地に侵攻、大規模な殲滅作戦が実施されました。しかし結果は敗北です。部隊は全滅、戦力の大半を失ったばかりか、怪物の進撃を食い止めることもできませんでした。残念ながらチェックメイトの時が近づいているようです。ん？まだ攻勢を続けている部隊があります。ストーム4です。戦闘可能な部隊は直ちに救援に向かってください。いや、ストーム4ってそう、多分この辺で勘違いして、多分グリムリーパーって認識でやってたんですけど、ストーム4ってスプリガンの部隊ですね。多分ダイバー部隊のことだと思われます。あっとるよね。お願いしますよ。で、前回また苦渋を舐めたフェンサーで行こうと思います。で、ここクリアした時にまた型のやつが出て、さらに強くなりましたね。3発撃てるようになって、ダメージが340まで行きました。いや、出たなりの倍ぐらいまで行ったな。うん。で、精度はまあ変わらずで、リロードも早くなったかな。10秒。うん。ちょっと刺さってほしいな。行こう。そしてスプリガンであってほしい。そう、あ、逆やなってなんかで思ったので、ストーム4がダイバーチームのはず。ストーム4の救助に向かう。さあ、あっちか。ストーム4を救助する。あれは ?8。8だ。行こう。すぐ行くぞ。こちらストーム4。あ、合ってる。スプリガン。スプリガンってもう言わないんだ。いや、このぐらい、いや、もう湧いた。なんかいっぱい湧きましたけど。いや、3発使えるの。てか、こんなかわす？そんな当たらもん。は？助けんでいいって？いやいや、スプリガンじゃん、強いからね。こんな当たらんか。なんか来たな。なんだ？なんだ？ 8？あー、ホーミング欲しい。あ、味方やか、一番最初に言ってた。あー、でも気高いリーダーがすごい気を使っとる。ダンゴムシもおるやん。ただこの子、なんかこんな当たらん。三段砲こんな当たらんけ。あ、今すごい当たった。ちょっと弾ちっちゃいんかな。思ったより弾がちっちゃいのかもしれない。はい。ただやっぱ強いな、スプリガンちゃんと。ああ、両方ともリロード。はい。さあ、振り向いてドン。ダンゴムシが来とる。ダンゴムシが来とる。俺担当する？はい。もう一体来た。あ、くそ、後ろ行った。お前のことよと。まあまあやれとる。ただこんなもんじゃ絶対終わらんからね。ああ、刀が仕事しとる。で、まあ無理やりこれでなんとかなる。ホーミングなくてもやれんだよ。で、刀でドン当たれ。あしゃ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 。おん、ヒットポイント全開しとる。刀当たらんか。はい、当たらんな。これ最後、あれ倒せば次のフェーズやけど、これやるか。2000。あれ、はいはい。さあ、終わりなわけないよね。また挟まれとる。8と、またさっきと同じ編成か。ダンゴムシいっぺん。俺こっち行くわ。こっちの方が嫌だ。ほんとトラウマやからな。はい、一列になって、あ、もう半分のやつか。なんかすごい休憩しとるな。貫通性能あるの。あー、くそー、適当に散らしながら。
当てていく、当てていく、フルーク、あーくそ的確に避けられとった。ここら辺、この辺なんかに当たるやろ。くそ、おー、ラッキー。ダンゴムシまあまあ減った感じもあるけど、味方が強いか。ちゃんと肩回復した、肩肩、え、割となんかなるぞこれ。肩、あーくそ、ダンゴムシ邪魔くせえ、マジで。当たれ、あー届かんか、遅かった。今のかい、あの立ち上がるのどってあれだろう。ダイバーみたいになんか倒れた瞬間、あーあできた、ダッシュの方か、あくす、あできた。あー、え、味方まあまあ死んでない、あ、いや生きとる。はい、ダンゴムシもだいぶ減っ、変える、変え、あ、移動中か。肩早くちょうだい、肩、肩、ここ。ま、8自体はそんな強くないからね、ヒットポイント。よし、ダンゴムシ全部いったか。当たれ、あ、くそ、もうリロード。ただまだこんなんじゃ終わらんわな。届かんか、くそ、2発目は結構届くまであると思うんやけどな。肩の、当たった。メディカルセンターどこ、ただ結構減ったぞ。よっしゃ、おお、2発いった、回復しとく。しても卵型宇宙船が見つからないのです。見つかる、もうなんか司令官もこんな当たらん。我々はマザーシップの一隻すら破壊できずにいる。これで終わりなわけないよな。簡単すぎるぞ。もうワンウェーブはあると思う。やっぱ強いんやな、ストーム4。あるか。ただかなり味方も減ったぞ。ヒットポイントは、うわ、相当減っとるよ。てか最初の仲間もういったなあのレンジャーとかのやつ。あー、ダンゴムシか。またこっちも楽か。はい、しっかり狙っていく。カエルさん、これだけで終わり。この感じ全然なんか序盤感ある、あるんやけど。おお、グリムリーパー、ジブラルタル来た。仲良くなったもんやな。あ、そっか、俺ストーマーやったあ、俺俺もうグリムリーパー俺。さすがにこの感じは勝てるんじゃないか。もうなんか向こうもぶつかるな。何来とる、なんだ、く、あ、雲おる、雲か。俺先にちょっとヘイト稼いでくるか。ヘイト稼いできますわ。ここだよ、俺んとこ来い。刀のさえ、やべ、結構おる刀のさえ回復すれば戦える。もうちょっと、もうちょっと、そこそこ、まだか、飛べ飛べ。はい、いや、刀が強え、マジで刀強い。あと、やっぱストームチームが強え。てか、グーソーどこ行ったん、ストーム2。どっか遠征してんのかな。あ、バカ、最悪。よし、グリムリーパーのとこまで来ました。いや、殺菌とかもったいね。
刀やっぱ強いけど、ああいう結構一目であったよね、さっきの一撃死はなえるわ。にしてもコントローラーがすこぶる調子悪い。右スティックがなんかもうやばいな。あーなんかもう勝手になんか入力されてる状態。あべべべべべべべ、カエル系か、ここ危ないな。しっかり倒して危ない。雲の糸なんかやったら痛い時あるしね。お前倒す、危ねえ危ねえ、また死ぬとこだった。こうあとなんかこう、こんなかわされる。あえー、回復欲しいんだな、回復欲しい。やべえ結構みんなやばいな、もうちょっと遊びすぎたか、やばいな。さっきのがやっぱり安定感あったのにな、もったいねー。あ結構当たったね今の。回復と取ってあげたいけど、回復出てます、回復。あ結構ちっちゃいのがある。グリミーパーとか大丈夫か、雲で結構やられた感じもするね。奥にある、そう雲じゃない、蜂が追ってきてる。はい、あーもうワンフェーブあるかな、この感じは。てかスプリガン強いちゃんと生きとるもんね。あれグリブリーパーいったかグリブリーパーいったかいったくせえ。やっぱ地上のやつは弱いか。よし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 、あー雲めんどくせえ。ここもうちょっとやけど、回復しっかり取ってあげたいけど、さっきのでだいたい取った感じか。あっちにある、ちっちゃいな。こう多分このまま勝手にやってくれそう。あードラゴンおるか、この移動がいいかな。ああもう一回できた。さあドラゴンがおる。いやさすがにモーマーベバル、あグリブリップもほらマジあんなかっこいい登場しかしたのに、お嬢さんもなんとかっつってさあ来い。はいはいはい、いやさすがに終わらん。あああれザコも復活した、ザコというか最初から追ったやつ。戦闘準備、気のせい、めっちゃ囲まれたやん最後。さすがにこれなら最後かな。断面を下押して、うんーと数ばっかりで、くそーめんどくせえ、たぶんしで、おおお軍曹押せーよ。はい、てかグリムリーパー復活してくれんかなまあいい肉壁として散ってったんかな。どこに湧いた、ちょっと止めてみよう。左、まっすぐ行ったとこか、もうおる。そんなやばば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 、あこっちの方向だ、おる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 、やべ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 、どうなっとる、この方向だいぶ遠いし、そしてだいぶ軍曹遠いぞ、引っかかれ、そしてかなり追われとる軍曹。あべ スティックがマジで調子悪い、買ってこようかなコントローラー、あ取りたい取りたい。軍曹相当あっちやけど、どういうつもりで、まだやかなり、あそろそろ
そろそろ。もう童貞というか線路好きなんやから。え、一人で来たの？ああ、ストーム来ると思っていたぞ。来ると思ってた、俺。逆逆。軍曹こそですよ。おお、なんかあれ、スプリガンが、あー、さすがに全滅したか。軍曹やってくれるから今から。あ、スティックがブレる。思った感じで動いてないもん、明らかに。あー、ダンゴムシ打ったってな。俺がやるか。よし、めっちゃおるな、ダンゴムシ。これも散らしながら、いや、まあまあもらっとるな。あ、くそ、危ない、やば。もうこんな人もない。グースどうなった？あ、グースとん、グースとん。死んでそう。あ、うっそ。あー、やっと帰ってこれだ。ちょっとフェンサー諦めました。で、今回これがなんかすげー刺さりますね。ミラージュ 15S 一発は弱いんですけど、こうやって舐めとけばもう勝手に死ん、まあ敵も全然序盤から折るやつらばっかりだしね。これさすがにもうワンウェーブ来るんかな。クソ長いぞ、そしたら。あー、まあ、コントローラーも調子悪いし、いや、これ終わったら買いに行こう。コントローラー勝手になんか左側に、やべやべ、なんて、なんて、まだく、まだく、なんて、これまで確認されたマザーシップは10隻、マザーシップが来るって。11隻目、11、この後に及んで新たな戦力を投入するとは。なんでそんなことするんけ。攻撃どころか、もうなんか部隊はチリチリ、生存者の数も増えた。もう第二次世界大戦の後半や。物量えぐいって。覚悟で臨んでください。いや、何名まで誰か知っとるからな。めたいこと言うと。戦闘可能な部隊を支持する座標に向かえ。あー、一応終わりか。次、マザーシップ戦か。いや、強かった、ミラージュ 15S。おー。これ使っていこう。